ガリガリのネギシをゴリゴリの牛が猛特訓するというコーナー来ました。はい、まあね、皆さんからもともとはコメントでご要望いただいて、はい、ついにねこういった形で企画という形でやらせていただくことになりました。そのご要望って多分俺を鍛えるっていう話ではなくて、あなたの筋トレを見たいっていう多分コンテンツだったと思うんですよ。違う、やっぱりさ、ネギシさんのその変化も見たいの。ああ、なるほど。そう、ネギさん変わってないじゃん、ずっと。いや、まあでも10代の頃から比べたら肉付きはまだ良くなったと思いますけど、まあ常に現状維持です。そうでしょ、はい、で体重どちらかといったらさ、減少傾向にあるじゃん。いや、それはない、それはそんな多いじゃない。だってプロテインめっちゃ飲んでたじゃん。あ、そうですね。そう、あ、だから食べないと痩せちゃいますね。そうでしょ。そう、だからネギさん何もしないと痩せていっちゃうんで、はい、まあ脂肪よりもね、筋肉の方が重いんで、はい、まあ、ちょっと筋肉増やしましょうよと、健康的にも。根岸さん、ちなみに何のスポーツしてたの？サッカーを10年ぐらい、水泳を5、6年、うん、水泳5、6年さ。小学生の期間ずっと。だから俺バタフライできますよ。あ、マジで。俺もね、なんだっけ、高校生の時とか、はい、授業でまあ、プールがあったんだけど、はいはい、高校であるんだ。高校であった、そう、その時、なんか一番速かったのが俺バタフライ。いや、バタフライってそんな速いの？マジでやつじゃない。マジで結構速い。こうやって。うん、こうやって。50m かな、はい、往復で。50m でね。はい、あれ、36秒とか。そう。で、はい、あれ、それも最近さ、はい、あれじゃん、ウルトラマンガイアやってる吉岡武史さんとか、みんなでなんか、はい、あと、青柳くん、はいはい、とかと一緒にやってんじゃん。あの、フットサルですね。フットサルか。はい、週に1回ぐらい。まあ、このコロナ禍なんで、屋外でちゃんと、うん、ちゃんとね、はい、やってます。それ、僕もなんかこの間来ましたね、1回そう参加させてもらって、はい、いいね、なんかたまにやるの。いや、もう僕それだけでいいんです、体を動かすっていうのは。やっぱパフォーマンスあるじゃん。どういうことですか？サッカー選手も、長友さんとかもうみんな鍛えてんじゃん、体幹とか。いや、そう、そんな、別に俺アスリートで。クリロナ、いやいや、かっこいいけど。クリロナかっこいいし。かっこいいけど。クリオナもだからシックスパック、ブッポン、ブッポンで鍛えてるの。なんかすごい、ブッポン意外と知ってる人いないと思うよ。あ、世代が、ね、俺ら世代はもう本当にキーパーつったら、ね、ブッポンですから、ね、そう、ブッポンだったけど、はい、まあそんな感じでね、今日は筋トレやっていこうかなと思ってて、まあ一本丸々筋トレだと結構長くなっちゃうんで、ちょっと部位別に3本編成でやっていこうと思うんですけど。部位別ってもうトレーナーじゃないですか、それって。いやいや、その一気にね、はい、全部やっちゃうと、なるほど、見てる人もこんがらがるし、だってそんなできないでしょ。いや、やる気もないし。え？やる気もゼロですし、僕は。皆さん、全身見てもらえますか？しかも、これデュークって書いてあるんですけど、これデューク大学っていう、あれですね、アメリカの大学のバスケの T シャツ進めた。あ、バスケの作品の時の衣装です。あ、やっぱり、はい、デューク大学ちなみにめっちゃバスケ強くて、はい、あ、そうなんですか。もう NBA の、 ドラフトあるんだけど、はい、サッカーでドラフトないんだっけ。オファーですね、スカウトとか。そっか、そう、野球とかだとドラフトみたいなのがあって、はいはい、そう、いろいろなんか推薦っていうかさ、うん、取るじゃん。そう、それの、まあ、大体1位とかって、ちなみに去年は1位はデューク大学だったの。へえ、めちゃくちゃ強い、今見て気づいたわ、それ。あ、本当ですか。結構前にこれ着替えましたけど。マジで、はい、そう、八村、去年じゃねえか、一昨年なのか、八村塁、うん、そう、選手いるじゃん、の回のドラフトの1位は、そう、まあそんなことはいいんですよ、今日バスケじゃないんで。いや、筋トレなんで。僕こんな格好してますけど、あんたすごいラフな格好してますね。あ、俺っすか。俺はでもちなみに、はい、あれなんですよね、もう基本的に大体いつもこんな感じで、いつでもいけるスタイル。いつでもいけるスタイル。やば、なにこれ。いつでもいけるスタイル。マジで、なにこれ。なんで、そう、根岸さん撮影前までなんか俺だけすごい準備してきてんじゃんみたいな、はい、気合いあるじゃんみたいな感じだったんですけど、まあ、一瞬でね、
なるほど、まあ、いつでも行けるように。俺の中でライフスタイルだよ、筋トレって。あ、そうですね。まあ、コンビニ行くみたいな感じ。ジムとか。素晴らしいです、はい、ってことでね、あの話長くなりましたけど、はい、根岸さんを今日はしっかりと鍛えるっていうところで部位別でね、やっていこうと思うんですけど、いや、どこやりたいかってところで、根岸さんでもまあサッカーやってるんで、ね、下半身はわりかし動くと思うんですよね。サッカー選手ってどちらかといったら上半身あんまりじゃん。はいはいはい。そうなんで、まあ、上半身からやっていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、それはもう身を委ねますいけるかな。いや、お手柔らかに。お手柔らかにね、はい、怪我ないようにね。そうです、健康中ですし、はい、いやで、まあ、まず基本的な、多分皆さんもねやったことあると思うんですけど、絶対に、はい、腕立てと、腹筋と背筋、まあ、これ結構できない人多くて、大人になる。それはさすがにできます。本当は、いや、こういうふうに言うんですよ、大体の人って。でも意外とね、腕立てとかね、あれみたいな感じの人いるんで、はい、まあ、ちょっとお手並み拝見で、はい、20回ずつ、まあ、アップ含めやっていこうかなと思うんですけど、はい、分かりました。いけます？大丈夫ですか？それ大丈夫です。腹筋とか、あれですか、どうやって寝起き、あのさ、どうやって起き上がるんですか？俺をさ、老いぼれとしちゃったんだよね、もう。いや、やっぱカリッカリなんで、ガリガリじゃない、カリッカリ。めちゃがったら、はい、まあ大丈夫です、それはいけます、はい、じゃあまあそっからね、まずやっていきたいと思うんで、行きましょう。行きましょう。はい、レッツ筋トレ、レッツ筋トレ、グリングリンはい、じゃあまずですね、根岸さんがもう自信満々に腕立て伏せ、20回できるって言ってたんで、ちょっとやってもらっておこうと思います。顎つけるんです。顎つけ、それは筋肉番付です。昔あった、あ、はい、顎は別につけない、顎つけなくて大丈夫です。一応できます。いや、つけないと顎つけなくて大丈夫です。あ、了解です。その代わりあれですよ、ちょっと見本見せてください。顔だけつけるとかなんですよ。じゃあちょっと僕がやってみます。いや、普通にこう開いて、もうこれでいいです。あ、はいはいはい、あ、ちょっと持ってください。いやいや、俺が20回やるとやらされなかった。じゃあ行きます。20回よーい、スタート。普通じゃないのかな。そうなんだ、ね、僕が知ってる筋肉、はい、普通の20回ですから、20回。いや、大丈夫です。はい、はい、じゃあ続いてね、フリーウェイトの方に移っていきたいと思います。頑張っていきましょう。